はい、皆さんこんにちは。メルフラワー代表フラワーアーティストシルです。今日は女性一番人気と言われているガーベラのビタミンカラーのブーケを作りたいと思います。ガーベラってやっぱり人気高いですよね。今日はね、ちょっとこう可愛い大輪系ガーベラを使ってブーケを作っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速作っていきましょう。どうぞどうぞ。はい、では早速始めていきたいと思います。今日はまずこのドラセナ、そしてキキョーラ、こちらはこのように丸めてホチキスで留めてあります。これはね、Nフラワーの膜というねテクニックです。このテクニックに関しては、Nフラワーの会員サイトのテクニック集をご覧ください。Nフラワーの会員サイトはNフラワーの会員さんと、あとはね、今募集している動画会員さんは見ることができますので、ぜひね、合わせてご覧になって、よく勉強してみてください。ではね、早速始めていきます。まずは今回使うのはこのガーベラとこのアルストロメリア、それからこういうバラですね。バラを使って花束を、まあ花束とかミニブーケですね、ブーケを作っていきます。そうするとまず一つ、これ昨日の、アップライブの中でもね、夜ね、実はこうライブ配信をしています。まずこのアルストロメリアとこのガーベラ、この花のここの長さですね、ここの花のここの長さですが違いますよね。だから花束にした時に、まあこのように段差ができます。段差ができますね。でこれをどう克服するかというところが一つのポイントになってきます。このように、まあ、アルストロメリアはもっとこのここのね、ここの茎の部分が短いやつもあるんです。実はあの短いやつに関してはもうガーベラなんかとほとんどこの花首の長さは変わらないので、普通に合わせていくことができますけれども、ここが長いアルストロメリアの場合はそれが普通に合わせていくとちょっと段差ができておかしなことになってしまいます。その場合の対処方法を含めて今日は花束を作っていきます。まずアルストロを持ちます。そしたら丸めたドラセナです。これをこのアルストロの中にこう入れ込んでみましょう。でこのようにアルストロの中に、まあ、入れ込んでいきますね。はい、もう一本アルストロメリアがあるので、そのアルストロも、まあ、茎の長さ一緒なのでこのようにして持ってしまいます。そしたらまたドラセナをこのように入れて、はい、まあ、今ねこういうような状態が出来上がってますね。はい、そしたらここにこの真ん中にアルストロガーベラを入れます。この真ん中にガーベラを入れます。はい、そうするとこう花首の高さがこう揃ったのが分かりますか。このように花首の高さが揃ってきてますよね。でそしたらまたここにアルストロじゃなくてガーベラを入れます。はい、ここでこのガーベラの下にまたドラセナを丸めたのを入れて、で次にこのポンポンガーベラをね入れましょう。もうここまで来るとこのアルストロの高さと花の高さが同じになってるので、もうほぼほぼ何をしても大丈夫です。でキキョーラに入れます。でアルストロじゃなくてガーベラのポンポンガーベラを入れます。そしてガーベラを入れます。からバラを入れましょう。バラを入れて
また桔梗卵をこう入れて、で違う色のバラを全体を見て、ここに入れた方がいいなっていうところにこう入れていきます。今ここに入れました。そしたらまたこの桔梗卵をそこに入れます。そして最後のバラをこのバランスよく入れて、こちらで完成ですね。はい、そしたら結束をして正面から見てみましょう。どうぞ。そしてこの結束の仕方ですね、この結束の仕方も N フラワーの会員サイトの方をご覧ください。とにかくこのフラワー TV はこの N フラワーの会員サイトと一緒にこう合わせて見ていくとものすごくこう勉強になりますので、ぜひね、こうN フラワーの会員サイトと合わせてご覧ください。はい、これで完成です。では正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。なかなかね、こう可愛く出来上がりました。この中で一番重要なのはこのアルストロメリアの花首が長い場合ですね、はどういう風にして対処して花束を作っていくかというところが一番のポイントになります。ぜひね、そこを覚えておいてください。そして、まあ、一度見たらね、必ず実践してみるのが大事だと思います。実践すると必ず身につきますので、実践をして実際作ってみてください。そしてまあ動画の中でも言ってますけど、 N フラワーの会員サイトの中のテクニック集を見ながらフラワー TV を見ていくととても勉強になりますので、そちらも合わせてご覧ください。では今日はこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.